どうも、こんにちは。こんばんは、レイです。今日もね、まだポケット Wi-Fi から、動画の方ですね、ちょっと上げてるんだけど、全然やっぱね、進まないし、ダメだね、遅いスピードがね。で、とりあえずね、今しょうがないんで、時間がね、あるから、で、まあ相変わらず引っ越しで今忙しくて、で、まあ、女性の方ね、婚活女性とこうどうなってるかということで、特にはね、今日とかは、まあ、もちろん引っ越しの方がね中心なんで、どちらも会えずというところで、昨日メールが来て、日曜日は来てないけれども、川越姉さんの方は、普通にレスポンスよくね、向こうから休みを教えてくれて、ということで、全部のね、一応向こうが会える日というのは会うという形 で、もう一人のね、神社女性が、久しぶりにメールじゃねえ、 LINE だね、こちらの人はね、 LINE が来まして、で、とりあえずね、なんだ、当たり障りない、まあなんか普通の LINE だったね。特に何かあるわけでもなく、まあ風邪に気をつけてお互いね、頑張っていきましょうみたいなね、引っ越しね、大変でしたねみたいな、ところがあって、まあ自分がまた LINE を返して、ということで、まあまたね、当分なくなると思うんで、返信の方がね、向こうは既読がついて、既読スルー状態がね、また続くんで、まあ1週間半とかぶりなのかな、神社の女性の方から LINE が来たというのはね、あまりレスポンスは良くないんで、まあどちらかといったら、川越姉さんの方が今のところ本命になってくるのかなと。で、川越姉さんとも、まあ勝負はね、もう年内というところで、クリスマスをね、一緒に過ごしたら、まあ、可能性があるんじゃないかなと、成婚へのね、また一歩ということで、本交際に進む形で、まあ、クリスマスがね、何もアクションがなければ、本交際も ならず、まあ、保留という形になるのかなと。婚活イベントの方をね、申し込んだんですが、もう男の方は満員だったんで、キャンセル待ちという形になってます。で、女性の方はね、まだ募集中で、ちょっとね、ツイッターの方に、視聴者の女性から DM がね来てまして、そのイベントはなんかやっぱ女性がまだ、ね、空いてますんで応募したということで、まあ、先着順なんでね、男の方はもう満員、女性の方は空いてるよというところで、まあ、その方は行くそうです。まあ、どんな、ね、方かよくわからない、人なんで、まあ、自分の方はね、なんだろう、キャンセル待ちでキャンセル空いて行きますかで、何も予定がなかったら行きますけれども、川越姉さんか神社の女性かどちらかがまあいい感じであれば、あればまあ行きませんという形になりますね。行かれないですね。もうやはりね、二頭を追うのは一頭を得ずという形になってきますので、今二頭というか、別に上は川越姉さんの方が一番で、こちらは全然その二択のうちの二にもなってないという、もっと下の方にある本当のお知り合いのレベルみたいなところで、で、川越姉さんの方はもう今友達レベルまで来てますので、だから友達以上のレベルから、ね、一頭大物二頭大物っていう形で、候補に上がってくるわけで、まずこれを超えないことには話にならないというところで、まあ、ちょっとこんな変な格好してるけど、もうね、寝る格好で、もうね、今日疲れたんで、ね、
買い出しも行ったし、ガラスのテーブルも組み立てたし、まあ他のねものも、あと物干しとかのやつも組み立てたりね、いろいろやってたんでね、非常に疲れて、もうこの土日何もできずというところで、まあマウスも出てきましたんで、荷物の中からね、カバンの方に入ってましたんで、全然関係ないカバンの方に入ってまして、で相変わらずね、そのポケット Wi-Fi がね、これクリアされないとちょっとつれえなというところで、でまたね、来週というかね、今週なのかな、もうね、この動画で、ね、上げてる時は、まあ、特に枯渇イベントは今とはありません。で11月のね、3日の日曜日が3世代婚活サミットということで、男3人、30代40代50代の、男が3人集まって、カラオケの方のボックスの方でね、でこれからちょっとね、店のネット予約ができるのかまた見て、やろうかなというところです。俺はもう予定はね、もう予定通り大丈夫なんで、土曜日と月曜日、今回3連休なのかな、またね、赤の祝日旗日、赤文字がね出てきましたんで、だからまあ3連休でですが、まあ土曜日が、まあでもまだ引っ越しのねこれありますんで、で日曜日がそれがあって、月曜日はちょっと車の洗車の方の無料券があるんで、コーティングを年1回やってて、年1回それをやると1枚手洗い洗車が、ね、サービスついてきますんで、すっげー丁寧な、店なんで、普通に水洗いのその洗浄で、なんだっけな、水道水じゃないやつでね、洗ってくれるということで、でしかも水垢とかも全部取れるんで、通常でやると2000円ぐらいかかるところを無料券がついてるんで、それまだずっと使ってなくて、6月にコーティングやったんで、そこから、1年以内に1回使えるという形、これをそろそろ使おうかなと。であとね、スタッドレスタイヤのね、交換の予約も入れないといけないんで、タイヤの方は保管してたんだけど、今持ち家になったんで、タイヤを保管できるスペース十分にありますんで、そこをね、タイヤの保管の解約をして、これからね、挑んでいくという形になりますね、冬に向けてね。でまたね、これね、早めにやらないと本当に、なんていうの、予約でいっぱいになっちゃって、去年なんかも、もう普通に予約すると、12月の本当末30日とか31日とかしか空いてないみたいなことを言われたんで、もうやばいかなと、そろそろね。でね、どうなっていくかなというところで、早めにね予約はしたいなと思ってます。で大体ね、いきなりね雪が降ったりしますんで、12月で1回ね、またそうなるとパニックになって、今住んでるとかちょっと坂があったりするんで、高台にあるんでね、水害とかは、相変わらず強い地域というところで、本当にね、災害から強い地域かなというところで、まあ、そこだけだよね。でやはりね、リフォームがね、大量に費用かかってるのと、ところどころ、ね、全然ダメだね、まだ足らない。リフォームの度合いが足らないんで、これちょっと困ったなというところで、まあ直さないでそのままいくかっていうね。各部屋に網戸がついてて、入り口も網戸がついてるんだけど、入り口は特にレールがね、網戸のレールがもうね、ちょっと歪んでて、ダメ、全然閉まんなくて、もう使えない状態になってるんで、また夏までちょっとね修理を考えてますんで、やはりね、安かろう悪かろうで、あまり安い物件を買うとこういう目に遭うというところで、まあいい反面教師の材料になったかなという形ですね。まあまあとりあえずはね、そんな形で婚活の方は動きは特にないんで、何かあればまたね報告したいと思っていますんで、よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあ。